い、バリアージダンスの乃枝千恵さんです。どうぞ。どうもありがとうございます。はい、乃枝さんはですね、バリアージと言ってご自身の造語なんですが、まあ、バリ舞踊だったりとか、コンテンポラリーダンスとか、アフリカンみたいなのだったりとか、まあ、いろんなものをこう混ぜた、まあ、独自のスタイルということでバリアージダンスと呼んでるんですけども、予選では、まあ、白い衣装ですごく綺麗な、まあ、音楽と芝生と青い空、すごい綺麗な世界で、ミクロとマクロの世界を表現してくれたんですけど、準決勝ではもう打って変わって、予選の時が陽だとしたら準決勝の時は陰、全く対照的な作品で、まあ、ちょっとその時のおさらいをまずはしてみましょう。キーポイントは小さい花だと思うんですね。で、最初のは花を見つけて、まあ、それが最初綺麗だなと思うんですが、まあ、この花っていうのはまあ取るに足らない存在で、自分があたかも支配者のかのように持ってるんですけど、もっと俯瞰で見て地球規模で見ると、まあ、自分も小さい花と同じように取るに足らない存在だという、そのミクロの世界とマクロの世界っていう表現をしていたんですね。で、準決勝に関してはその人間のまあエゴを表現したということで、花とかがこう自分のエゴを表現して、それが崩れていったりとか、まあ、どんどん心が蝕まれていくのを表現してくれて、で、最後にそれまで踏みにじってた小さい花の大切さに気づくといったテーマだったと思うんですね。で、はい、今回はですね、この決勝のこの動画のためにわざわざ八丈島まで行って撮影してきてくれました。ということで、今回の作品の説明お願いします。はい、3部作の最後、破壊の後には再生があるんですね。ということで、その再生、地球の鼓動を聞いた時に、太古の記憶、原始の記憶っていうものが思い出されて、その記憶というものは全ては一つだったっていう、そういう壮大なメッセージを最後の作品に込めました。大自然と太古の鼓動がこう地球の大地の鼓動であったり、心臓の鼓動とやっぱりこう一体化していくというような、その一体感を体感してもらいたいなって思ってます。なるほど。はい、すごい壮大なテーマ作品となってるんですけど、僕が個人的に見ていただきたいのは、指のこの反り具合とか、あとね、目のこの栗の眼球の動かし方、ちょっとこの辺にも注目してもらえたらなと。視聴者の皆さんに一言お願いします。今回のこのコンテストで私はとても救われました。ここまで残れたことを感謝します。ありがとうございます。地球の鼓動を聞いてもらいたいので、ぜひイヤホンをつけて聞いてください。では3部作最後の作品、皆さんの心に残る作品となればとても嬉しいです。お楽しみください。どうぞ。
い、今回は力強い作品でしたね。大地、地球、鼓動、感じましたか？まあ、溶岩の上っていうのも地球のこのパワーを感じるし、枝に晴れてなくてあの曇り空、まあ、その前に降った雨のあの水たまり、なんか自然のパワーという雰囲気があって良かったですね。で、今回は太鼓の音のみということで、まあ、人間の鼓動、この大地、地球の鼓動っていうのは一緒っていうことをあの表現してくれたんだと思うんですけど、ダンススタイルも鼓動に合わせたああいう躍動感があるダンスっていうのも合ってましたね。はい、マリアージュダンスの乗枝千恵さんでした。